で届け、キャストのその後、子役たち13人の現在。皆さん、こんにちは。ロストニュースのお時間です。今回は、かつて大家族ドラマとして大ヒットした、TBS 昼ドラ10まで届け。昨年亡くなられた岡江久美子さんの代表作でもあります。ドラマ10まで届けキャストの、子供たち13人のその後や現在についてまとめてみました。どうぞご覧ください。天まで届けとは、天まで届けは、1991年から1999年まで TBS で放送されていました。放送されていたのはお昼の13時から13時半で、いわゆる昼ドラになります。天まで届けは、架空の大家族15人、丸山家の日常と成長を描いたホームドラマです。大家族の温かさを描く一方で、子供たちの挫折や前を向いて進んでいく姿に、多くの視聴者が共感しました。お昼の時間帯にもかかわらず、1991年には最高視聴率 19% を記録するほどの大人気ドラマとなります。主婦層だけでなく、視聴者には小学生や中学生といった子供たちもおり、大人になった今、天まで届けを懐かしんでいる方も多いようです。また、意外なところでは、俳優小栗旬さんも出演していたとのことで、小栗旬さんは天まで届け7、1998年の第9話にカツアゲする中学生役で出演されていました。そんなところでもまた注目を浴びているようです。岡江久美子さん。まずは女優、タレントとして活躍された岡江久美子さん。岡江久美子さんが演じたのは、大家族、丸山家の母親、貞子でした。時に優しく、時に厳しいその姿は、まさに大家族の母そのもの。シリーズの中では、病気を抱えながらも、13人の子供を産み育てています。岡江久美子さんは、1991年から1999年の完結まで、シリーズを通して出演されています。ただ、シリーズ後半には、岡江久美子さんの代表作の一つ、情報番組、花丸マーケット TBS、1996年から2014年、がスタートしました。花丸マーケットも大人気となると、午前中の生放送ということもあり、天まで届けとの両立が、厳しくなっていったそうです。さらに、子供たちの一人だった、カーイガモンさんもブレイクし、スケジュールの調整が困難になっていきました。こうした事情から、天まで届けは、1999年で完結となっています。父、雄平、渡引勝彦さん。13人の父親の大黒柱の雄平役を演じた、渡引勝彦さん。毎朝新聞に勤めるサラリーマンの役どころでした。演じた渡引勝彦さんは、昨年12月30日に膵臓がんで逝去されました。75歳でした。11月末がお父さんの誕生日だったから、お父さんおめでとうって、みんなで LINE グループに送り合ったばかり、丸山家のご家族っていう LINE グループがあって、そこでやり取りをしていたんです。と、子役を演じた方々も、悲しさをにじませていました。天まで届けの子役たち13人の現在。今回は気になるキャストの子供たち13人のその後の人生や現在の仕事などについて詳しく調べました。父親や母親になる人、芸能活動を続ける人と引退した人、丸山家の子供たちのその後は様々で波乱万丈でした。1、長男、翔平、高尾光一さん。旧芸名は佐藤光一さんでしたが、俳優の佐藤光一さんと誤解されることが多かったため、現在の高尾光一に改名したそうです。天まで届けの劇中で、手品のアシスタントだった時期もある、丸山家の長男翔平。実は、高尾光一さんは、26歳の時から、
プロのマジシャンとして活動しており、現在はオリジナルのマジックショーで全国公演を行っています。また、劇団バタボーシを主催するなど、俳優・演出家としても活動中です。現在、47歳になられました。2、長女・和田町子・若林志保さん。女優として活動されていた若林志保さんは、2009年に芸能界を引退されています。まだ女優として活動していた2001年、舞台の稽古場へ向かう途中だった若林志保さんは、偶然に殺人事件を目撃してしまいました。若林志保さんは、あまりのショックに芸能活動を休止、その後復帰しますが、天まで届けの共演者に起きた事故のショックがきっかけとなり、芸能界から引退されました。現在は48歳になられた若林志保さんは、化粧品のプロデュースをされているそうです。また、天まで届けの劇中で、マチコの結婚相手となったのは、若かりし日の V シネの帝王こと竹内力さんでした。3、次男、新平、ガーイダモンさん。天まで届けの丸山家の子供たちの中で、最もブレイクしたのはガーイダモンさんでした。ブレイクした時期が、天まで届け出演中と被っていたため、当時は、スケジュール調整がかなり困難だったようです。実際の劇中でもあまりの多忙ぶりから、新平は海外留学していた時期もありました。現在も、舞台などでの俳優活動のほか、ナレーターや司会者もされているガーイダモンさん。プライベートでは、二人のお子さんに恵まれていますが、離婚を経験されています。現在はシングルファーザーとして、二人の子育てに奮闘中だそうです。4、三男、浩平、金杉太郎さん。天まで届け出演後も、金杉太郎さんは、脇役などで多くのドラマに出演されていました。しかし、2008年、金杉太郎さんの身に、その出来事は起こったのでした。2008年3月23日の早朝のことでした。当時泥酔状態だった金杉太郎さんは、東京メトロ有楽町線池袋駅の線路に誤って転落してしまいます。すぐに病院に搬送され、手術を受けましたが、転落によって負った脳挫傷は重く、手術後も意識は回復しなかったそうです。残念ながら、2008年8月2日にお亡くなりになりました。まだ33歳の若さでした。2008年のこの訃報は、天まで届けて共演した丸山家の家族にも、大きなショックを与えています。5、四男、五郎、須藤浩一さん。四男、五郎役だった須藤浩一さんは、現在も、テレビドラマや舞台に出演し、俳優として活動されています。嵐、松本潤さん主演の、人気ドラマ 99.9TBSK にも、出演されていたそうです。天まで届け終了後も、共演者とは交流があり、頻繁に連絡を取り合っているそうです。丸山家の食事会がある際は、須藤浩一さんが幹事役を務めるなど、率先してムードメーカーの役割を果たされているそうです。また、丸山家の誕生日には、毎度 LINE グループで報告してくれる、マメな性格だそうです。6、次女、睦子、滝沢幸代さん。天まで届け劇中で、チャイカー、小さいお母さん、と呼ばれていた睦子。演じた滝沢幸代さんは、芸能界から引退後は結婚され、現在は専業主婦をされています。2017年の爆報ザ・フライデーに出演された際、当時39歳。現役の女優さんと見間違えるほどお綺麗でした。7、三女、奈穂子、一ノ瀬直里さん。三女、奈穂子は、ビル清掃員のアルバイトをしながら、大学に通う頑張り屋さんでした。しかし、
大学を中退し、劇団の研究生になりました。ナホコを演じた一ノ瀬直里さんについては、詳細な情報が非公表となっています。というのも、それは現在の一ノ瀬直里さんのお仕事と関係があるそうで、メディアなどへの露出も NG でした。しかし、天まで届け丸山家の子供たちとの交流は続いているそうです。8. 四女、花子、山田明美さん。天まで届け出演時はまだ小学生だった。四女、花子の山田明美さん。2003年に芸能界からは引退され、大学に進学されています。大学卒業後は、大手人材派遣会社に入社されたそうです。こちらでの勤務を経た後、33歳の時に独立。自ら人材派遣会社を起業し、女性経営者として現在も活躍されています。経営する会社はなんと年商5億円。2017年にテレビ出演した際は洗練された美人経営者といった印象でした。 9. 五男、久志、湯沢慎吾さん。五男、久志は天まで届けパート4でいじめに遭い、パート5では金髪にするなど難しい時期がありました。そんな五男、久志を演じた湯沢慎吾さんの現在が気になりますが、調べてみたところ詳細な情報は何一つわかりませんでした。2017年に放送された爆報ザ・フライデーにも出演されておらず、共演者との交流についても不明です。六男、十郎、日吉孝明さん。天まで届け出演時は幼稚園生だった日吉孝明さんですが、現在は3人の子供の父親となっています。高校進学後に芸能界からは引退され、現在は電気配線会社に勤務されているそうです。11、七男、四郎、蛭田純也さん。スキッパが可愛かった七男四郎。演じた蛭田純也さんは、2017年のテレビ出演時は、31歳になられていました。芸能界からは引退され、現在は大企業に勤務する会社員として、活躍されているそうです。天まで届けファンの間では、四郎がイケメンになっている、とざわついたとか。12、八男、十次郎、中村瑞希さん。八男、十次郎として、天まで届け出演時は3歳だった。中村瑞希さん。2017年のテレビ出演時は31歳になられ、2児のパパにもなっていました。現在は、製造会社に勤務する会社員だそうです。大人になった今も、天まで届け時代の面影を感じさせます。13、五女、富子、藤井ひとみさん。天まで届け丸山家の子供たちの末っ子だった五女、富子役の藤井ひとみさん。現在は TBS でタイムキーパーのお仕事をされているそうです。なんと俳優ではなく制作側になっていたんですね。天まで届けファンの中には、番組のエンドロールで藤井ひとみさんの名前に気づいた方もいたそうです。丸山家の子供たちの末っ子も今や30代。時の流れを感じますね。いかがでしたでしょうか。ご感想をお待ちしております。グッドボタンを押していただけると励みになります。最後までご視聴ありがとうございます。